試されている。俺は今試されている。さ、いただきましょうか。そうだわ、ユキノ、最近学校はどうなの？ええ、まあ普通に。引きがやくんは気にせず召し上がってね。はあ。どれ、どれから使うの？いただきます。おいしい。引きがやくん、ナイフとフォークは。こら、そういうのはお母さんとお姉ちゃんがいないところでやってよね。いないところでもまだダメよ、ユキノ。そのあたりはどう考えてるの？あ、引きがやくんは気にせず食べてね。あら、ハルーのお行儀が悪い。カトラリーは外側から使うものよ。そうだっけ、いけない。引きがやくんはテーブルマナーもちゃんと学んでいるのね。まあ。おっぷね、ここでも試すのかよ、このクソ親子。存外お行儀がいいのね。ご両親の育て方がいいのかしら。少なくともそちらよりは。あなたね、少しは気を使って言葉を選びなさい。すまん、つい、いつものノリで。ほら、なんかお前と顔似てるから。いいのよ、その方がこちらも楽だわ。ほんと大した弾力ね。そうよ、あんたとロミオとジュリエットなんて、まっぴらごめん。恋人役、恋人のふり。私たち、ただの赤の他人でしょ。家とか、事情とか、そんなのも知らない。なんだよ、それ。赤の他人、まっぴらごめん。なんで俺、そんなこと言われなきゃならねえんだ。お前は、ずっと俺のことそんな風に思ってたのか。俺はお前に恋人のふりすることになったり、昔会ったことがあるって分かったり、なんて言ったらいいのかよく分かんねえけど、つながりみてえなもんを感じてたつもりだったのに、最近はお前もそう思ってくれてんじゃねえかって。ああそうかよ、よく分かったよ、赤の他人ね。俺とお前の間には何にもなかった、そういうことだな。お前と一緒にいて楽しくなんて一切なかったし、仲良くなんてなってないし、お前と一緒に何かした思い出とか全部全部偽物だったわけだ。きっと10年前の思い出も親父さんの勘違いかなんかだったんじゃねえのか。少なくとも俺たちが約束の相手ってことはねえだろ。今の俺たちがこんななのに昔うまくいってたなんて思えねえし、この偽の恋人ももうやめにしようぜ。もともと俺たちがやらなきゃならねえ義務なんてねえんだし、ちゃんと事情を話せば親父たちもきっと分かってくれる。次の仕事とか入ってないの？あるにはあるよ。え？アクアが恋愛？こんにちは。スミユキです。高一です。黒川あかね、高校2年生、役者です。うわ、出た。知り合い？まあね。熊野信行です。ダンスが得意です。高3のメムチョです。 YouTube で配信してます。よろしくね。森本健吾、バンドやってます。よろしく。芸能活動をしてる高校生たちが週末いろんなイベントを通じ交流を深め、最終的にくっつくとかくっつかないとか、そういう番組。アクアです。なんかめっちゃ緊張するわ。みんなよろしくね。やったー。役者さんって憧れる。メムチョも可愛いね。めっちゃ照れる。は？死ね。なんだあいつ、私には可愛いなんて勧誘の時しか言わなかったく
せに。結局お兄ちゃんもオスなんだね。ちょろそうなメス見つけたらすぐこれだよ。身近な男が女にデレデレしてるところ見ると腹立つのはわかるけれどね。アクアも役者、そういう男を演じる気持ちで。五条くん、五条くん、今日さ、五条くん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 。五条くん、ちょっとの間でいいから通話してて、スピーカーにして寝落ちしても全然いいから。わかりました。分かった。あんた春のこと好きなんだ。うわ、マジかよ。違う。へえ、そうなんだ。だから違うって。あ、ベラ。まあまあ落ち着けよ春。俺ら話しに来ただけだしな。水谷さん、雫に触んな。いっていな、てめえ。入ったよかったね。おめでとう、水谷さん。あなた何もしてないじゃないですか。当たり前でしょう。触んなっつってんだろ。いってえな、いい加減にしろよてめえ。ついイラッとした。さあさあ、これで勝負だ。なんでメイド服。お覚悟はよろしくて。ご主人様。怖いすぎて死ぬかと思った。ありがとう。一回いかん。妙な欲求が起こるかな。宮村、逆の足。でも宮村、逆の足出してってば。堀さん踏んだらあのレベル上がる気がして。それともこう、堀さんが暴力振るったら怒鳴った方がいい？いや、そんな。てめえ、これ強子、誰に向かって口聞いてんだ。いいかも。これはもしかしてあれなのか。あ、ねえねえ、そういえばさ、誰に向かって口聞いてんだこのドアホが。いちいちなれなれしんだよ、黙ってろ。堀さん、俺もう嫌だからね、怒鳴るのはこれっきりで。堀さん、俺わかんねえ。平手でいいから。嫌です。なんで？ねね、前みたいにさ、もう一回ガツンと。嫌です。ねえ、お願い、もう一回。暴力を要求する顔じゃない。もう帰んだから。行こう、堀さん。堀さん、もっと激しく。いやー、もう行くぞ京子。じゃあな、しんど。あとエロくねえか。おお。あ、宮村、私コンビニやりたい。あったやんねよ。なんだあれ。あれ、あいつ宮村じゃね。あ、くそ、今度会ったら。これなんてプレイ。てかこの人大丈夫。堀さん、あのさ。もう何
何でもいい。ん？ああ宮村、携帯あった？もうほんとドジなんだから。うるせえよクソ女が。お前は黙ってろ。どけ。おり。溝落ちくん、ほっとくな。